岡明彦です。リーグ開幕戦にようこそ。解説は福西崇史さんです。今日の試合は楽しみですね。今日の試合は清水エスパルス対鹿島アントラーズのカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。これは見事なパスカットです。このパスはカットされました。前方に運びました。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。タッチを割ってスローイン、ルーズボールになっています。鈴木優真、レオシルバ、サイドにスペースが空いています。さあカウンターで一気に行きたい。あそこはやらせたくない。入るか。ボールがこぼれました。クリアできるか。スローインとなります。危ない場面でしたがキーパーのファインセーブに救われました。スコアは同点のままです。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスを生かしたい。スルーパスが味方に通る。この攻撃は実を結びませんでしたね。三沢健斗、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。これは見事に奪います。決まるか。シュートをふかしてしまった。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。クロスを中央に入れた。試合中盤ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。クロスを上げたい。ボールを失いました。ボールはサイドの選手へ。外へボールを散らしましたがそこでカットされています。抜いた。周りを確認したい。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。キーパーがコーナーをパンチング。キーパーがキャッチします。サイドから攻撃でしょうか。真ん中にクロスを上げた。このシュートは外れます。
素晴らしい視野です。これは狙います。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。前半が終了しました。後半です。雨が止む気配はありません。少しぬかるんだピッチコンディションですね。プレーにも影響が出そうです。どうやらサイドをつけそうです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここはよくスペースが見えていました。同点に追いつけるか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。フィールドの中盤でボールを奪いました。素晴らしいスルーパス。この攻撃は実を結びません。前方に運びました。カウンゴールは見えるか。スペースに見事なスルーパス。スペースへのボール、シュートは外れましたが見事な突破です。素早いカウンターからのチャンスでしたね。惜しい攻撃でした。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。プレーは止めません。主審が流していますね。これは見事なインターセプト。ミサオケント、うまく読んだインターセプト。鈴木優真、ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。打ってきた。ディフェンスの選手がシュートブロック。ミサオケント、危険な位置です。緊張感が増してきます。折り返せるか。タッチを割ってスローイン。ここはスローインのミス。ボールを失いました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。これは通らず、相手の選手にカットされました。チョンテセ、まだまだです。前に出しましたが気を抜けません。レオシルバ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。チョンテセ、ここはしっかりクリアされました。これは大きなコーナーキックですね。中に入れた。中央へのボールはクリアされました。
残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の絶妙なパス、中にクロスが入った。惜しい、クロスは結局合いませんでした。この攻撃がさ、どうする、いいカットです。ボール、ここで試合終了。